朝鮮戦ついに没収試合で決着って聞いてきました。日本の3例で不戦勝が確定しましたね。そうなんだよ。中止って決まってしばらく取り扱いが中ブラリンになってたけど、とりあえずは決まってよかったな。これで戦わずして最終予選進出が決まったことになりますね。他の国は最終予選進出を決めてるとこもあって日本だけ取り残されてたけど、これでもろもろ次へ進めますね。ということで今回はその件と JFA の6月シリーズでのある思惑、そして海外の反応までやっていくので、ぜひ最後まで見ていってくれよな。こんな感じでサッカー日本代表などサッカー関係の気になる話題を取り上げているので、ぜひチャンネル登録して他の動画も見ていってね。それでは早速記事を見ていこう。日本代表の北朝鮮戦、3例不戦勝が正式決定、没収試合で4連勝ワールドカップ最終予選へ進出。日本サッカー協会 JFA は3月30日、中止になった26日の北中米ワールドカップアジア2次予選の第4節北朝鮮について、試合の扱いを正式発表した。国際サッカー連盟 FIFA 規律委員会より北朝鮮側の一方的な自国開催返上を受け、没収試合で日本の3例不戦勝となる決定が通知されたとしている。この結果日本は、ワールドカップ2次予選2試合を残して最終予選進出が決まった。まあ、当然といえば当然の結果なんだけど、FIFA は時々意味わからない判断するからちょっと心配はしてたのよ。これでまずは一安心だな。代表活動が中途半端に終わってしまったが、今回に限れば日本にとってメリットの方が多かったな。ですね。平壌に行かなくて良くなったのがまず大きい。普通の国じゃないから選手、スタッフとも試合以外のところで負担が大きすぎる。さらにはホームで気合入りまくった北朝鮮はラフプレイの嵐になることは間違いないからな。怪我のリスクもなくなって結果的には良かったな。日本は21日に行われたホーム開催の北朝鮮戦を1例で勝利。当初は26日に平壌でリターンマッチを戦う予定だったが、北朝鮮側の意向から同国での実施は白紙に。3月の FIFA 国際サッカー連盟デイズ18日から26日で中立国を含めた試合開催が困難になったため、試合は中止になった。同試合の扱いは FIFA の判断に委ねられた中、23日に公式サイト上でこの試合の開催及び日程変更はないと発表。没収試合扱いが正式に決まり、日本の3例不戦勝となった。この結果、日本は6月にミャンマー戦6カウェイ、シリア戦11日ホームを残すものの、4連勝で最終予選進出が決まった。最終予選進出をニュースで知るっていうのも初めてのことでなんだか微妙な感じだけど、これで6月シリーズでは色々と試すことができるわね。アジアカップで露呈した空中戦の弱さやロングボール対策、リスタートの対応などなど、浮き彫りとなった課題の改善に取り組むことが最重要課題だな。あと気になるのは平壌でのホームゲームを直前でドタキャンした北朝鮮に対してどんな罰則が与えられるかってところ。それと北朝鮮が残してる2試合のホームゲームをどうするのか、だな。日本代表には直接関係ないところでの話だが、最終的にどうなるのか、気になるよな。引き続き様子を見ていこう。日本サッカー協会宮本恒康会長コメント。3月26日に平土で試合が行われなかったことについて、日本時間の本日未明に FIFA 規律委員会の決定内容を受け取りました。この試合の取り扱いに関するステータスが更新されたことは良かったと思います。ワールドカップ予選突破に向けて、森保監督やスタッフ、選手たちには引き続き良い準備をして試合に臨んでほしいですし、JFA としてもしっかりとサポートをしていきます。試合の結果が確定しないとなかなか次への段階へは進めないからね。そこが確定しないと6月の試合会場も変わってくるなんて話もあったよな。思ってたより早い結論でよかったよ。森保はじめ監督コメント。没収試合で日本の勝利という結果の通知を聞きました。選手たちの大切な出場機会が失われたことに変わりありませんが、一つ前に進んだとポジティブに捉えています。当然この結果に満足することなく、6月の代表活動、最終予選、ワールドカップ本番へと力を積み上げていきたいと思います。確かに貴重な代表の試合がなくなったのは残念だが、あったとしても平壌だからな。試合するので精一杯で積み上げ的なことは期待できなかったかもしれん。選手としては場所がどこでも試合はしたかったわよね。はるばる欧州から帰ってきたのに練習だけして帰るなんて。久々復帰の長友も話題だけ振りまいて出番なしは残念。いずれにしろこんなことは二度とあってはならないことだ。って、なでしこの五輪予選でも同じことを言った気がする。ありえないことを平気で何度もやる国だ。厳罰を願いたい。それではみんなの反応を見ていきましょう。何はともあれ最終予選行きが決まったので残りの2試合でどれだけチームの連動を高められるかが焦点ですね。あとは、なでしこと A 代表が立て続けに北朝鮮からのドタバタに巻き込まれたことへの制裁を JFA が求めていかなければならないね。ホーム開催ができない国に対する参加資格とガイドラインを AFC は早急にまとめなければならないね。今回の件は JFA として言うことはしっかり言ってもらいたいよね。宮本会長はしっかり伝えていくって言ってたけど、こんなことに巻き込まれるのはもう勘弁ですよ。
見事に男女ともに対日本でやらかしてくれてるからな。例のウイルスの時も突然危険を宣言したり、常習犯なんだよな。そこも含めて厳罰を下してもらいたい。まあ、予想通り。6月の次の試合前には発表しておかないと、日本と北朝鮮だけ勝ち点がどうなっているのかわからなくて、試合の戦い方にも影響が出てしまうから、早い段階で発表するだろうと思ってたし、そうなってよかった。確かに試合の出場機会が減ってしまったというネガティブな側面はあるけど、北に行かなくて良くなったということと、荒っぽいプレーで怪我をさせられることがなくなったというポジティブな側面の方が圧倒的に大きいと思う。平壌っていう特殊な環境下での試合がどれくらい代表強化につながるかはわからないからね。怪我人続出なんてことにもなりかねないし。まあ、良かったと前向きに捉えましょう。前回のザックジャパンの時を例に考えると試合以外のところで大変な状況がありすぎてな。あんな経験するするくらいならこれで良かったのかもしれないぜ。とりあえず突破が決まって残りが消化試合になる。二次予選とはいえ公式戦で、いろいろとテストできることになったのは大きい。J リーグや海外リーグ所属選手の中から、新戦力を試す良い機会だと思う。簡単に見つからないだろうが、左サイドバックやアンカーやセンターフォワードは早く探したいポジション。戦術の連動を上げる試合の使い方もあるかもしれないけど、酷使して呼び続ける必要性は低いと思うのでやめてほしいな。6月は欧州リーグも閉幕してるところがほとんどだから選手は呼びやすいかもしれないが、シーズンを戦い終えたところだからコンディション面は心配だな。せっかくのチャンスだから国内組含めて新戦力は見てみたいところ。同時にアジアカップの課題の修正も確認したいよね。余計なプレッシャーはないから有意義な試合にしてほしい。この報道を受けて、SNS 上では様々な声が上がっているようだ。次の記事を見ていこう。二度と参加させんな日本代表、北朝鮮戦の没収試合決定にネット反響一安心難攻不落の敵地が不戦勝ラッキーやん。3月30日、日本サッカー協会 JFA は、3月26日に平壌で開催予定だったにもかかわらず、北朝鮮の意向で中止となった北中米ワールドカップアジア二次予選第4節の北朝鮮代表対日本代表が、没収試合となったと正式に発表した。3-0 で不戦勝となった森保ジャパンはこれで4連勝。6月に行われる2試合を残して、最終予選進出が決定した。この報を受けて、SNS 上では次のような声が上がっている。まあそうなるよね。あとは消化試合になってしまう。まあ当たり前やけど不戦勝で最終予選決まった。こんな国二度と参加させんなよ。難攻不落の敵地が不戦勝ラッキーやん。6月のメンバーはどうするのかな？日本側の主張が認められて不戦勝がちゃんと決まってくれて一安心。怪我人も出ず危険な渡航もせずに済み、海外組にとっても休暇が取れた何より何より。受け止め方は千差万別のようだ。SNS でもポジティブな意見が多いな。確かに平壌に行かなくて済んだのはメリットしかない。無事に帰れるかどうかもわからないからな。その上で勝ち点までもらえて日本にとっては納得のいく裁定が下ってよかったですよ。もちろんこっちは一方的な被害者でしかないわけだから当然といえば当然なんだけど、そんなわけで日本代表の最終予選進出が決まったわけだが、JFA のある思惑もなんとか実現できそうな運びとなった。ほうほう、ある思惑ですと？ああ、じゃあ記事を見ていこう。これは日本代表の不戦勝が発表になる前のものだ。森保ジャパン、北朝鮮戦ドタキャンで走行試合中ブラリンシリア戦、広島新スタジアムで6月計画もデッドラインは2週間後。サッカー日本代表がワールドカップ2次予選 B 組の最終第6戦を走行試合とする計画が、今月の北朝鮮戦のドタキャンの煽りで宙に浮いている。日本サッカー協会 JFA が書いていたシナリオでは、北朝鮮にホーム&アウェイで連勝して今月中に2次予選突破を決め、消化試合となった6月11日のホームでのシリア戦を、今年2月に完成したばかりのピースウィング広島で最終予選の走行を兼ねて開催する意向だった。なるほど。これは立派なスタジアムですね。ピッチも近くてどこかの聖地と違ってサッカー専用だから臨場感がすごそう。日本にもこんなサッカー専用スタジアムがどんどん増えていくといいよな。しかし消化試合という表現はいただけない。シリアにとっては2位通過がかかる大事な試合だ。ところが、26日に平壌で予定されていたアウェイの北朝鮮戦は中止が決まった。没収試合となれば規定に従って日本に勝ち点3が加わり、思惑通り最終予選進出が決まるが、いつ国際サッカー連盟から裁定が下るかは不明。開催日の2ヶ月前には会場を決める必要があるため、デッドラインは2週間後に迫っている。JFA は広島側に必ず A 代表の試合をやると公約し、昨年11月に宮本恒康新会長47と田島幸三前会長66が現地を視察済み、4月11日までに勝ち点3がもらえなければ、会場は埼玉スタジアムになりそうだが、果たして、広島といえば森保監督が率いたサンフレッチェ広島のホーム。そんな関係で広島の新スタジアムで開催したかったってことね。最終予選突破が決まれば広島でってことだな。どちらであっても広島でやればいいと思うんだがなんか事情でもあるんだろうか。シリア側の移動の関係でしょうかね。 W
だとしたら日本の最終予選突破がどうこうじゃなく、6月6日の北朝鮮対シリアがどこで行われるかによるのでは？それだよな。可能性としては低いが、予定通り平壌で開催された場合中国経由で日本へ入るはずだが、中立地開催となれば場所によって経路が大きく変わる。実際のとこ日本の最終予選突破だけが条件じゃなさそうね。6月の北朝鮮ホームの2試合がどう扱われるか、引き続き FIFA の裁定を見ていく必要がありそうね。さて、この日本代表対北朝鮮の日本の不戦勝での決着について早速韓国メディアが反応している。こっちのことはほっといてくれていいから自国の代表チームを見守ってあげてくださいな。結構大変な状況のはずよ。北朝鮮の日本戦で3不戦敗扱いに韓国言及、平壌開催を取り消した理由を未だ明らかにせず。日本サッカー協会 JFA は3月30日、中止になった26日の北中米ワールドカップ、ワールドカップアジア2次予選第4節、北朝鮮が、国際サッカー連盟 FIFA 規律委員会より、没収試合で日本の3例不戦勝となる決定が通知されたと発表した。韓国メディアは、北朝鮮は平壌開催を取り消した正確な理由を未だに明らかにしていないと伝えている。そういえば中止の理由って北からも AFC や FIFA からも正式なものは出てきてないわよね。理由もなく一方的に許されると思ってるのかしら。そうなんだよな。一部では日本で流行してる激症型溶血性連鎖球菌感染症への防疫処置のためだなんて言われているが、真偽のほどはわからないな。理由もろくに明らかにしてないのに、よく AFC は平壌開催中止を受け入れたわよね。明らかに AFC の不手際もあるわよ。直前に数日かけて現地視察までやっておきながらのこれだからな。一体あの視察は何だったんだろうな。わざわざ平壌まで行って何を見てきたのか。韓国のスポーツ芸能総合サイト汚染は、3月26日の試合は日本でも行われず、AFC アジアサッカー連盟の会長は、試合は予定通り開かれる予定だと話し、中立地開催を推進したが、これも実現しなかった。試合後日前に新しいスタジアムを探すのは容易ではなかったと中止の理由について言及。そして、北朝鮮の状況にも触れている。北朝鮮は2月末にも日本女子代表とパリ五輪アジア最終予選でホームゲームを行う予定だったが、試合直前に平壌開催不可を通達した。最終的にサウジアラビアのジッダで対戦したが、今回は中立地での会場を確保できず、没収試合扱いを受け入れることになった。北朝鮮は平壌開催を取り消した正確な理由を未だに明らかにしていない。北朝鮮は6月にワールドカップアジア2次予選のシリア戦、ミャンマー戦とホーム2連戦が組まれているが、この試合の行方にも注目が集まる。そういえば平壌開催中止の直後に AFC から中立地で開催するって発表もあったな。あれも何だったんだ？ AFC もかなり混乱していたんだろうな。そのあたりで AFC と FIFA が全然連携取れてないのが読み取れるわよね。北朝鮮に責任があるのは当然として AFC も何らか監督責任が問われてもおかしくない事態よ。本当だよな。運営側が責任を問われないのはおかしな話だ。じゃあ、みんなの反応いこうか。表向きは日本で伝染病が蔓延してるからという、世界から相手にされないような言い分だけど、ホームに迎え入れて敗戦しようものなら、我慢を強いられている民衆が暴動を起こす危険性を将軍様が恐れてるって憶測もあるね。どのような理由があろうと、直前になり試合をボイコットしたに等しい行為。国際社会においてこのような行為が許されるわけもなく、先輩それなりの報いを受けるのは当然。北朝鮮の国内事情は特殊すぎてかつ閉鎖的すぎて我々日本人には想像の域を出ないからな。負けたら炭鉱送りとかね。これは完全に都市伝説らしいけど、実際どうなのか、全くわからないところが怖い国よね。北朝鮮側の政治的な背景だろう。未だに国交がない日本との政治問題がその背景にあるとはいえ、日本に対してはサッカーの試合を開催するしないしかできる手段がないのだろう。日本では試合をさせてもらえただけにこの対応の仕方はとても残念と言える。ワールドカップ予選っていう大事な試合だから特別に滞在許可を出してもらって受け入れてもらった立場なのにこの仕打ちはないわよね。結果的に不戦勝になってよかったわけだけど、そもそも今回のワールドカップは北中米大会だろ？仮に予選を突破したところで北朝鮮代表はアメリカには入れないんじゃないのか？いくら政治とスポーツは関係ないとはいえ、こればっかりはな。じゃあ何を目的にこの予選に参加してるのかしらね。大体北の選手たちはそんな事情を理解してるのかしら？国民にも平気で嘘ついてそうだし。戦争だとか内乱、極端な災害だったから開催できなかった、という事情はないわけだ。客観的に考えれば、シリアやミャンマーとは試合をしたら北朝鮮は八百長を疑われても仕方ない。日本にとっても実に不愉快なことだ。北朝鮮はもう残り全試合を辞退すべきだろう。本大会に進んでも問題を巻き起こしそうだし、そもそも今回の件で公平さという部分をだいぶ欠いてしまってる。この辺でおとなしくお引き取り願いたいところです。だな。最終予選にしてもホーム&アウェイ方式の総当たりだ。
確実に運営上のお荷物になるからここらで諦めてもらいたい。悪いことは言わないサッカーはお国の中だけでお楽しみください。まあ、男女ともども振り回されて災難ではありましたが、納得のいく最低が出てこれですっきり次を見据えて準備を始めていけそうですね。だな。森保監督は早速約1ヶ月の予定で欧州視察することを明かしている。デュッセルドルフの JFA 支部を拠点に複数の国に足を運んで多くの選手を直接見て回るそうだ。視察先にはカタールで行われるパリ五輪最終予選の U23 アジア杯も含まれているとのことだから、新戦力の発掘にも期待ですね。とりあえずは次の6月シリーズだ。アジアカップで露呈した課題をクリアできるようないいゲームを期待しよう。そんなところで今回の動画は終わりにしようかな。みんなは今回の件、どう思っただろうか？コメ欄で意見を聞かせてくれたら嬉しいぜ。動画が良かったら高評価、つまらなかったら低評価、どっちでも押してくれたら励みになるよ。こんな感じのサッカーの話題をやっているので、ぜひチャンネル登録して他の動画も見ていってくれよな。それではまた別の動画で、頑張れ日本。